ご覧いただきましょう。中込さんは、はい、僕海外ドラマは本当好きなの。僕もう正直レンタル屋さん行っても、はい、見るのがあんまないぐらい見てるんですよ。あ、そうなんですか。年間大体300から350本ぐらい見ます。え、はい、本当に大好きなんです。本当にそんなに見るんですか。はい、本当です。はい、あ、見る暇ないでしょ。だって今ハマったものはダーってもう続けて見ちゃうので、はい、だからこのブラックリストはもうあっという間に見ちゃいました。あ、そうですか。はい、めちゃめちゃ面白いですよ。面白かった。どの辺が一番、はい、いや僕やっぱもうジェームス・スペーダーのファンなんで、はい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 、まああの人がテレビドラマシリーズに出るってこと自体僕にとったら結構えっていうことなんですけど、はいはい、ほんで見たらまあ最初はもう悪役なんですよ、はい、この人悪い人じゃんっていう、まあ、それが似合ってたりするんですけど、それが普通のドラマと違うのは悪い人なんだけどいい人になったり、いい人と思ったらえまた裏切るのみたいな展開がものすごくうまくできてます本が。そうですか。はい、で三村さんは吹き替えを、はい、そうですね、シーズン2の第1話の吹き替えをやったということで初吹き替えだったんですね。そうですね、声優さんのお仕事初めてでしたね。いかがでしたか。はもともと私声優さんが好きって話をしてたんですけど、はい、本当に好きだったので、ええ、光栄だなと思う反面その どういう心持ちで挑んだらいいのだろうかっていう不安もあったんですけど、はい、現場で結構褒めていただいてすごい調子に乗ってしまうというか、褒められて調子に乗ったんですか。楽しく調子に乗った。調子に乗ってやった。はい、調子に乗りました。あ、いい、すごい楽しくできました。 NG とかも出さなかった。まあ、何回か出しましたけど、それでも褒めていただいたのでだいぶ調子、褒めて伸びるタイプだね。そうですね、はい、今日もいい感じだよ。褒められると褒められる。結構重要な役どころなんでしょ。1話ではそうですね、だいぶ重要な役どころになっています。あ、まあ、深くはあんまり言えないんですけれども、ね、はい、そうですか。でダチョウ倶楽部さんは、はいはい、見たんですか。見ました。見ましたよ。本当見ました。よく言いますね。好きなんだ。ワイの好きの、みんな好きだから。正直に言いますよ。竜兵さん見てないで。いや、見ましたよ。おい、ちょっと待って。おい、レッド。どうだ、見たのか。俺は見たぜ。どんな内容か言ってみろ。どうなるか分かんねえよな。難しい内容だ。でもな、面白いぜ。お前絶対見てくれよ。役作り間違えてるから。それで見てないと分かっちゃうんだけど。スタートから間違えちゃってるよ。エルシアさんだってずっとこのね、今囲みの灰が中、目死んでましたよ。そんなことないよ。もうやめてよ、そういうこと言うの。目死んでる、ちょっと見る。目死んでる。寝てんじゃねえか、お前。まあ、どういうことだ、それ。いや、そんなことないですよ。今日もなかなかやる気がない感じでね。あ、何それ、俺手抜かないからね。でも本当にこのね、このドラマは引き込まれますよ。本当に犯罪っていうのは犯罪で あるんだけど、正しいのか悪なのかっていうのもあったり、うん、ブラックリストに出てくるストーリーストーリーの新しい犯罪とかそういうのに対するレッドの立ち位置とか、はい、もうね、悪いことといいこと、行為は悪いんだけど言ってることは優しかったりとか、はい、ものすごくね複雑だから、うん、悪い人がなんか手助けしたりする、ね、そう、でその手助けはいいことなのか後から分かんないなっていう謎がどんどん入ってくるんだけど、たまらないですよ。もう次見ないと、だからずっと読んで見ちゃったって分かります。一回一個見たらずっと見ちゃうな。なんか羊たちの沈黙ってあったじゃないですか。 あれっぽいよ。それは台本に書いてあったことですよ。それは台本に書いてあったことです。あ、そうか、俺羊の下からそういうこと書いてあった。あ、ちょっとうまくのまとめたと思ってる。お前言うバラくじゃない。ゆうへさん見た。いや、なんかじゃああれですか、はい、レッドで出てきてるんですよ、ね、レッドです。なんか印象に残るセリフってなんか、あ、それは あるかも。ちょっとボーンとかドーンとマイク全部起きた。俺はレッドだ。お、今日はゴルゴがいないぜ。T.I.M. だ。T.I.M. だ。俺がほらまともにそうだったら T.I.M. 全然違う。まともに言ったら、俺がまとめに言ったらね、やっぱりダメですから。素晴らしいドラマですから。それはもういいところに言ってもらわないと。シーズン1の女優さんと2になってきて繋がってるじゃないですか。はいはい、演技がちょっとね、またこうなんか安定してきてるって言うんじゃないけど、はい、いい感じになってきてるんですよ。なんかチームになってますよ、ね、はい、うん、それは伝わるのだから同じな、うん、このぐーっとずっと続けてやってるのがいいな。いや、うんっておかしいでしょ。お前見てないの。見てないんですか。いや、見てるっすね。じゃあ決めてる、決めてる、決めてる。俺はレッドだ、うん。炎T.I.M. だろ。ヒーリングドリンパ。
三つ峰さん、こんな大人になっちゃダメですよ。ずっと楽屋でもずっとこのテンションなんですよ。本当にすっごい面白くて。でも何回もう何回もお会いしてるんでしょ。いや、私今日初めて。ダチョウ倶楽部とはあんまりね。あ、そうです。僕も初めてです。はい、初めて。そうですね。はい、初めての。そうなんですよ。はい、あららら。僕ら結構あのダチョウさん NG ですっていう人多いから。ブラックリストなんですか。ブラックリスト。俺らブラックリスト。あの場所もありますよ。ダチョウさんが言っちゃいけない場所もありますから。いろいろ騒ぎすぎてとか。そう。はい。三峰さんのブラックリスト、ダチョウさん入ってた。いや、入れてくださいよ。入れてください。こんなこと言ってるよりちゃん。なんでそれ言うの。本当に。そうだろうだって。なんとか喧嘩売られてくる。いや、そうだろうだって。私でも仲良くしたいんですよ。何言ってんの。お前今本気にしようとしたの。お前注意したら本当のブラックリスト入る。ダメダメダメ。スポーツ紙の一面だよこれ。お前かった。怖かった今事故が起きた。ダメだよ受け入れてこんなもん。注意すんじゃないよ。